こんにちは、シュガーシュガーミーのあかねです。今日はシュガーのアクセサリーをご紹介していきたいと思います。まず今日つけてるのはこのパフュームシリーズの赤いピアスをつけてます。こちらは上のハートの部分とこの香水の中身の部分も全てスワロフスキーでできていて、太陽の光でさらにキラキラしてすごく綺麗なんです。ナルムっていう雑誌にもご紹介していただいたりして、ウェブショップでも販売してるんですけど、すごく人気のアイテムです。もちろんこれも私がハンドメイドで作ってるんですけど、我ながらサイズ感がすごくちょうどいい、すごく使いやすいサイズなんですよね。こういうベースだったり柄が入ってるお洋服にも合わせやすいし、たくさん柄張りがあるのでお客様のお好みによって選んでいただけるようになっています。お色の選び方の基準は、耳ってチークの位置に近いっていうのもあって、赤いお色をつけると肌ツヤがよく見える効果があるんじゃないかなと個人的に思っています。はっきりとした色なので、私みたいに普段結構派手なお洋服を着られる方はモノトーンのお色でちょっとトーンダウンして少し大人っぽくまとめていただいても可愛いし、私は今回こういう動画を撮りたいって思ったので、ピンクのお洋服を着てリップも派手派手なんですけど、動画映えするように赤いお色を選んでみました。普段使いにはモノトーンがすごく使いやすいかなと個人的には思うんですけど、スワロフスキーを使っているので結婚式のお呼ばれドレスに合わせていただいたりとか、そういうちょっとパーティーに参加するときはやっぱり華やかな赤がいいんじゃないかなと思います。はい、では続きまして、ハイヒールシリーズのピアスとイヤリングをご紹介していきたい。着用した時のサイズ感はこんな感じです。こちらは最初にご紹介したパフュームシリーズの進化版っていう感じで新しく発売したものになるんですけど、こちらもスワロフスキークリスタルガラスを使用しています。で、さっきのパフュームシリーズはピタッとつけるタイプだったんですけど、こちらは揺れるようなお作りになっているので、さらに華やかな印象になります。ハイヒールの形は私がデザイン画を起こして、そちらを金物屋さんのお嬢さんにお願いして金型だけ作ってもらいました。で、その後さらに私がハンドメイドでこういう風に作っています。こちらもオリジナルなので他にはないデザインになっています。色は4色展開で、ピンクと薄ピンクとモノトーンと赤になります。シュガーは結構世界観がピンクとか淡い感じなので、人気の色はやっぱりピンク系赤系が定番で人気なんですけど、結構シュガーの客層も幅広くって、20代前半から40代後半、50代前半、なんか結構親子でご購入いただいたりとか、かなり幅広いお客様にご愛顧をいただいているんですけど、やっぱりこちらも合わせやすいのはモノトーンか、私が今つけてる薄ピンクがおすすめですね。こちらの2色になるんですけど、実はこのピンクの方は金具自体もピンクゴールドでお作りしていて、こっちの方は金具がゴールドなんですね。このストーンの中身が実は同じ色なんです。今台紙がついてるのでピンクっぽく感じると思うんですけど、実際はかなり綺麗な透明のお色なんです。こんな感じで透明なんですよね、まあ、なのでどんなお洋服にも合わせやすいっていうのが個人的な感想です。で、色がピンクゴールドとゴールドっていう、それだけでこんな風に印象が変わるんですね。で、ピンクゴールドの方がお肌なじみがいいので優しい印象になります。こっちの方はゴールドなのでより高級感が出るような感じですね。で、こちらの方も赤がゴールドで、ピンクの方は金具もピンクゴールドになってます。ちなみにピアスの方はキャッチがパールになってます。イヤリングの方はネジタイプなので耳たぶに合わせて調節ができるので使いやすい金具になります。こちらもヒールの部分がハートになっていて、結構スワロフスキーもキラッとするのでお出かけの際なんかに使っていただけたらなと思います。個人的な感想なんですけど、さっきの香水のピアスはピタッとつけるタイプなので、まあ、女子会とか女の子と遊ぶ時にすごくおすすめですね。こっちは揺れるタイプなので、まあ、ちょっとデートの時とかにいいんじゃないかなと思います。最後にご紹介するのがハートホログラムのフープピアスとイヤリングになります。で、私はちょっと今イヤリングの方をつけてみたんですけど、イヤリングでフープタイプってあんまりないと思うんですけど、シュガーシュガーミーは作りました。で、このホログラムももちろんハンドメイドで作ってるんですけど、こんな感じで髪の毛とかアップに行った時とかめっちゃ可愛いと思います。今回ご紹介する中で一番大ぶりのものになるので、この3つの中だったら一番カジュアルにおすすめかなと思います。デニムだったり、本当にシンプルなカットソーとかに合わせていただくと可愛いと思いますね。でも夏なんで暑いし、髪の毛長い方はみんなまとめたりすると思うんですよね。ちょっとまとめてこういうピアスとか
イヤリングをワンポイントでつけてもらうだけでおしゃれがまとまるんじゃないかなと思います。今の季節だったら夏のレジャーにつけていっても可愛いと思うし、なんか水着にこういうフープピアスとか絶対可愛いですよね。これはまだ一色のお作りなんですけど、今後また色違いとかハートじゃなくて違う形だったりとか、そういう風にバリエーションも増やして作っていこうかなと思っています。そんな感じで今回は定番で人気のシュガシュガニーのピアスとイヤリング3点をご紹介いたしました。よかったらオンラインショップで詳細も載せてるのでぜひご覧ください。で今後もこういう感じで着用してる感じとか、実際に私がお店でお客様に説明している感じで動画でしていきたいなと思っているので、これからもぜひご覧ください。でちょっと先なんですけど、9月に渋谷でポップアップショップを開催できそうなので、まあ、また日にちとか決まり次第 YouTube とインスタでご紹介していきたいと思います。で今月は夏休みということでインスタの方でプレゼント企画も開催しているので、インスタをやっている方はぜひご覧いただけると嬉しいです。そんな感じで今日もご視聴ありがとうございました。またねー。